ピヨピヨ絡むってる。出るね。耳がかゆい。耳かゆいな。ママ買ってきてくれたからこれ。あ、取れた。取れた。大きいのも取れた。カエルの子はカエル。ピョン。寝れんと？ん？寝れんと？どうした？耳がかゆい。耳かゆいなぁ。ママもやん。かゆい。喘息が多分、また朝晩になったら、出るんやわ。かゆいなぁ。治らんなぁ、なかなか。ねぇ。あれ買ってきてもらおうか、パパに。耳がかゆくなくなるやつ。ねぇ。ねね。かゆいなぁ。たぶん喘息のお薬飲んだけ。落ち着くとは思うけど。シールもいっぱい。シールも貼っとこうか。最近調子良かったけど。うん。貼って寝る？ちょっとシール貼ってから、トントンして寝よう。きついなぁ、まだまだ。交差とかも関係あるんやろうね。かわいい。よしよし、シール貼ったろ。ね。で、ねんねしょうね。おはよう。うん。おはようございます。耳どう？まだかわいい。かわいいよね。今日 100%。100% かわいい。パパが買ってきてくれたね。パパ？パパ買ってきてくれたから、これ。じゃじゃーん。もうひ、いや使ってみよう。使ってみる？うん。よし、なら。どっち？耳？咳が出る方がかゆいと？これルールが書いてある。いや、なんか全部、教えてもらった。うん、薬局で買うときに、うん、処方してくれる、処方っていうか、なんか説明受けれるんよ、うん。それでしっかり聞いてきて。これ綿棒に取って、うん、かゆい部分に塗ってください。中がかゆかったらその周りに塗ってくださいって。うん、そしたらさ、なんかスースーするんじゃない。こうやって、いくよ。垂らす、逆さにするんやろ。うん、そう、逆さにして、オッケー。今この中にね、逆さにすると、ここの容器に溜まるんよ。ちょっとキャップみたいなのついちゃうやろ、ここ。ね。ここに溜まるから、一回逆さにして、で、ここのやつを綿棒に吸い取ると。うん、よし。行ってみよう。いや、ちょっと、インドのやり方やな、これは。ちょっとやっぱ耳寝た方がいいかな。じゃあ、はい、お願いします。じゃあちょっと行きましょう。帽子が出ますね。ちょっとこんな感じ。なんかね、いや、そんな赤いとかはないんやけど、ちょっと耳くそちょっと黙っとんけどね。最初取った方がいいんかな。いや、塗ってみよう。どう、この塗るやつはどんな感じ？うん、いい？スーッとする？冷たい。あ、取れた！取れた！大きいのも取れた！え？ちょっと待って、さっきヘリにおった大きいやつがここについてきた。ラッキー。これ水やもん。水？水みたい？うん。これね、どんな感じ、スーッとするみたいな。これなんか、成分としてはステロイドとかも入ってる。だから炎症とかも起こ、冷たいけんやん。そうそう、起こしてくれ。もうちょいさ、うん、やって。もうちょいやってって。ちょっと気持ちよくなってるやん。わかった。もうちょっと、つけようか。落ち着くんやわ、やっぱ。え、そうなん、うん、これ、すごいやん。足引っ掛けてにするはするけど、気持ちいい。気持ちいいね。スーッとする？うん。もうちょいやってよ。もうちょっとやろうかな。いっぱい。相当いいんや。視聴者さん教えてくれて。めちゃくちゃ。こんなつけて大丈夫？耳の中に。自分でやってみようか。うん。これ。これ今ベッドにつけてまーす。いきます。おー、
耳の中って意外とスースー感感じと思ったんやけど、来るわ。エニーがハマってるもん。もうちょいやってよ、これ。あ、やったらわかる、これ。うん、やったらわかる。なんか、シップ感が出ちゃうね。シップ感って何？わかる？シップ貼った時の、あの、じんわりスッとする。うんうん。あの、アルコールとかの手洗った時にアルコールつけたら一気にふーってやったら寒いやん。うん。あんな感じじゃなくて、シップ感。なんかほんと、じんわりスッとするの。耳用なんやろ、やけ。いや、すごいで、これ。これ耳用なんよ、ER。これ、耳などのかゆみに。ということはよ、これさ、皮膚もいける？そうかな？わからんけど、これ水じゃない。ちょっとなんか、あの、油のペースト。なんかあの、粘着度のあるやつって。だけど耳だれとかもせんと思う。うん。気持ちいいわ。やろ、ママも。ちょっと待って、耳の中がメンソール、ここが、こうやって匂う。ここ、今、ここに、残りが、ほら。ほら。いや、わかるけど。知らん？いや、後でやる。今、こうやったら、うん、ここの匂い、ほら、テンソールの匂い。やったことない？匂いやるよ、ほら。匂いやるよ。ほら、こう、ね、匂いやろ。ほら、メンソールの匂いがする。そう。そして、この耳も。マイクなくなっ？マイクなくなっ？マイクなくなっ？すげえやん。いや、これすごい。今、じんわり気温。さらに、ずーっと来る。めちゃくちゃ教えてもらったよ、コメント欄で。前回の前足の N 氏が耳かゆいって言ってたので。はい、ということでね、あの、ほんと視聴者さん、ほんと教えていただいてありがとうございました。ね、すぐになんかね、やって、落ち着いて、ありがとうございました。ママもこの後やってみます。はい。ということで、N さん、まあちょっと講座とかもあって、なかなか治りにくいやろうけど、前足がね。徐々に落ち着いてくることを願ってね。はい、願っております。はい、まあ、お大事にね、じゃあ。はい、はい、またね。夜中にバイバイ。いないのか。はい、じゃあね。いつ会えると思っていない。思ってないわ。バイバイ。はい、ということで、カエルのマガリチャンネルの LINE 公式アカウントができました。皆さんね、概要欄の方からね、よかったらフォローの方よろしくお願いいたします。こちらの QR コードも読み取ってね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちら、あとインスタグラム、ツイッターもやってるので登録